おはようございます。松竹です。今日はすでに福山市岡山を目指しています。吉備津神社、皆さんご存知の昔話、桃太郎のお話の聖地巡礼、桃太郎伝説の地にですね、向かっております。ずいぶん前から行きたくて行きたくてしょうがなかったんですけども、なんと朝4時に目が覚めちゃったもんですから、下道でゆっくり来ております。吉備津神社の後はですね、その桃太郎にまつわる場所を回って、最後は鬼の城ですか、そちらに向かっていきます。もう今日はがっつり桃太郎でございます。そろそろ着きそうな感じなんですが、どの辺なんでしょう。細い道なんですけどね、結構車が通りますね。お、なんか鳥居がありますよ。駐車場ってどこなのかな。あ、着きましたね、着きましたね。そこ止めちゃダメなのか。あの大街道をですね行きたいですね、せっかくなんで。これですか、駐車場。止めてみましょうか。ゴーンって着いた瞬間、犬飼剛、515事件で暗殺された内閣総理大臣ですね。なんか有名な建築様式なんだそうです。一度屋敷というのでしょうか。よいしょ。基幹トンネル、お話が、これが大回廊ですね。燃えよ剣という映画があるんですが、使われてます。ここもですね、燃えよ剣の映画で岡田准一と柴崎浩が歩くシーンがあるんですけど、桃太郎、はい、ありがとうございました。いらっしゃい。吉備津神社でした。桃太郎伝説、岡山だけじゃなくて香川県にも、まあ、あるらしいんですけど、まあ、それはひとまず置いといて、今日はこの岡山の方のお話ということになるんですが、桃太郎といえばですね、犬、猿、鳥の家来がまあいるわけなんですけども、さっきの吉備津神社の
吉備津武尊命にも家来がおりまして、犬飼いでなんちゃら、猿飼いでなんちゃら、鳥飼いでなんちゃらという家来がいたんだそうです。で、その家来をですね引き連れて鬼を倒したと、まあ裏と呼ばれる鬼なんだそうですが、今向かってるのがですね、その戦いの時に裏が投げた岩を、まあ、矢で撃ち落としたと、まあ、そういった話が伝わっている岩がありまして、それが祀られている神社が近くにありますので、そちらに寄ってみようと思います。楽井神社、これですか。はあ、空中で矢が刺さったんですね。はあ、矢喰岩でした。さて次は鬼の城と書いて鬼の城、桃太郎が退治した裏がですね住んでいたという鬼の城に向かいます。結構人がいますね。桃太郎伝説日本遺産って書いてある。矢の空撮映像が見れるってことだったんですか。電波が入らない、出ませんね、出ませんね、残念。鍵岩行ってみましょう。わあ、絶景だな。ここからも虹もがっつり見えますね。鬼の城の西門でした。鬼の城跡っていうのも一応あるんですが、かなり歩くみたいなんでいいにしましょう。西門は一応復元した形で、立ってました。この後はサクッと適当に食べて帰ります。あ、氷うまそう。全国のぶっかけはここから始まった。